マイクロエースの蒸気機関車です。2011年頃発売のものと思われます。箱は古そうな感じがします。長さは短く作られています。ドームが角張っているのは珍しいです。実は、新橋駅前の C11 は、角形のドームです。前面です。高さが高いようですが、割と精密に作られています。他のバランスが悪くないので、高さが高いのが目立ちます。後方も丁寧に作られています。ライトは残念ながら点灯しません。窓にはガラスが再現されています。キャブ下は、簡素です。真上から見ると、いい感じ。給水口がないのが、不思議です。握り棒も再現されています。前のライトは点灯します。角度によって雰囲気が違います。このように見ても、高さが気になります。駆動部をケースに収めるために、高さが必要だったのかもしれません。それでは、走りを見てみましょう。バックです。動輪のあたりです。反対側の動輪のあたり。加藤の1990年頃の C11 と並べてみました。加藤製の方が長く見えます。左が加藤、右がマイクロエースです。顔の大きさが随分違います。上が加藤、下がマイクロエースです。加藤の方がかなり長い感じです。加藤の2017年モデルと並べてみました。加藤のモデルの方が小ぶりになりました。こうして見ると、マイクロエースの高さが目立ちます。最後に、お顔を比べてみましょう。背の高さが残念です。割と精密に作られています。簡素な作りです。全体に大きいのですが、1台だけを見ると、雰囲気は C11 そのものです。150分の1に忠実になったモデルです。作りも実機に近づいています。かなり精密です。縮尺も正確で、作りも実機に忠実に作られているようです。ホースや棒の取り付けに苦労しました。いろいろなメーカーが同じ蒸気機関車を作っていますが、それぞれの時代の苦労があり、作り手の考え方も違うようです。比べてみるのも楽しいものです。かまぼこ型ドームの C11 は、初めて手に入れました。大切に走らせたいと思います。